生徒会長もまともに務まらないくせして。ルーマ一言も喋ってないぞ。勝手に喋るんじゃない。何よ、そっちこそでしょ。大体お前は妹のくせに生意気だ。兄を兄とも敬わずなんだ。そのうち痛い目に遭わせてやるからな。何よ、いつも痛い目に遭ってんのお兄ちゃんの方じゃない。幼稚園の桜組の時だって隣のケンちゃんに殴られちゃって。ベクミ、あれはわざとあいつに殴らせて先生に叱られるように仕向ける作戦だったのだ。そんなこともわからんとは我が妹ながら、ああ恥ずかしい恥ずかしい。お兄ちゃんの妹だってことの方がよっぽど恥ずかしいんだよ。なんだか、もう一度言ってみろ。何度でも言ってやるわよ。何を、やるね。陣内殿、七海様、落ち着いて話してくれ。今日という今日はこいつの曲がった少年を叩き直してくる。直せるもんなら直してみろ。いつも仲の良い兄弟だこと。